にブランコ出現ですね。すごいですね、これ持ってきたとしたらすごいですね。すごい、このマークのね、あのクイックの吊るしのウエットがすごく人気みたいですね。なんか値段もねリーズナブルだからすごく売れとるみたいですよ。まあね、夏はね、あの吊るしでもね伸びるので結構使えるんですよね。僕のロングジョンも吊るしなんですよね。でも結構使えて調子いいです。まあ水が入ってくるとかそういうのはね夏はないですから、あの多少大丈夫です。真冬のねセミドライはやっぱりオーダーしたいなっていうのもあるんですけど、でも今セミオーダーって手の長さとかあるお仲間一部をね変えて安くできるっていうのもありますからね。行きました、行きました。レフトワンタン、やっぱアクション早いですね。コンペボードっていうかね、サブドライバーは。ああ、はるか選手、小波だけどうまいな。ああ、うまかった、今のは。スタイル出てます。はい、行きますよ。ああ、バックサイド一発しっかり入れた。ああいうのがね、一発が、二発入れば本当儲け物で、やっぱ試合は一発一発大事にね、しっかり入れないと。スコアなりませんからね。セット来てますよ。こっから U ターンしてパドル入る。しっかり深いパドルしてワンターン大きく入った、入りましたね今のは。しっかりね、あれですよね、あれをとにかく。で2発入ったらね多分ね5点近くいくと思うんですよね。一発で3点台は出ると思うので、そこをしっかりね持っていけば、まあ多分ロースコア対決になっちゃいますから、こういう波だったら5点3点で可能性出てきますからね。はい、行きました。ああ行きます。次はライト方面、スピードつけてから、あーアクション、あっと前出なかったな。でもスピードねつけて、でもアクションしないとねダメなんで、しっかりしないとね試合だと意味がないけど、まあ攻めですよね。行きました。最後ヒットできるかな、しっかり前に出る、いいんじゃないですかこれ。とワンタン、行って、あーツータン、あしっかり2発入った、今の良かったですね、今のは良かったです。出るかな、あ行けた、張ってくるとこ、あちょっとサイズ上がってきて、ワンヒットしっかり前に出る、あ行きました、ワンタン、あしっかり入りましたね今。行きました、あもう一発、あいいんじゃないですか、最後ヒットできれば。あやっぱりサブドライバーいいですね、サイズがねちゃんとしっかりした波だったらやっぱり調子いいですね。行きました、あちょっと高、波良くなってきたかな、こいでますねこれ、あ人いるけど、あいい、あ前崩れる、抜けていいんじゃないですか、ヒット、あっと良かったね、良かったな、いいじゃないですかめちゃめちゃ。今日はねサップドライバーですね。まあだけど波はねここのとこ1週間以上上がってないですね。ただ試合の時にねオンシェアで雨降って上がるっていう予報もありますので、まあないよりはね、ちょっと雨だともう僕撮影台は困るんですけど、でも試合はねないとこれではねちょっと難しいので、何が起きるか分かんないですよね。小さければ小さい、大きすぎてもそうだし、小さすぎるともっとね波乱が起きるっていう感じで、まあでも波はね、まあ、CT とかね QS のあのチャレンジシリーズとかねやっぱりいい波でやると思うんですけど、 CT は特に絶対いい波しかやりませんからね。社長さんとね一緒に行きましたね。もうこれからね
韓国のねウェーブプール新しくできたとこもね、あの行ったり、ベトナムサーフィンも今すごく盛んで街も綺麗ということで、そこもあの予定したり、あとオーストラリア、あとハワイ、ハワイなんかもねオトンウェーブあるって田島哲平さんが言ってましたので、ぜひね攻め込んでみたいなとかいろいろ思います。その時はね哲平さんにも連絡してね、ぜひね出てほしいなと思いますね。え、嵐乗ります。わあ、ダルダルの波ですけど行きましたね。あー行けないか、さすがに行くかな。あー、たるいとこだけど人がいる。うまく避けながらアクション、あーツーターンしっかりアクションできます。いや、さすがサップドライバー、今の波普通何もできませんからね、そうやって考えるとすごいですよね。あ、行くかな。ちょっとたるい感じ、全く張ってこないな。で、どっかでアクションを狙う。あー、人すごい、しょうがないですね。もうね、今日までね3連休ですからね、しょうがないんですよ。ただね、その後に試合もあるのでね、混んでるからやめときましょうっていうのはちょっとできない。僕なんかはね、まあいつでも平日入れるので、もう3連休はちょっとやめときますけど、1人でもね減らさないと。もうでもね、この時しか来れない人はね十分楽しんでもらってね、サーフィンの楽しさ、サーフィンがどんどん盛り上がった方がいいのでね、混みすぎたら困るっていうのもおかしな話だし、この時期しかできない人はこの時期やってね、普段できる人はっていう人は感じでうまくやればね、まあプロサーファーは試合があるので、普通多分この波だとここに入んないプロサーファー多いと思うんですけど、やっぱり今週試合があるのでみんな頑張ってますよね。おーっと、いけるかな。うわー、張ってこい。あ、こう張る、ボトムオリアでアクションできるかも。わーっとノーズ上げれました、よかったですね。これ試合だったらね、あのワンアクションが大事になりますね。もうとにかくワンアクション、パンピングとね、僕得意なアップスガン決めではね点数にならないので、とにかく1個大きいアクションがいりますね。もう1回でもいいんですよね、2回できたら儲け物なので、まず1個と考えてねやるしかないですよね。あ、もしかしてフィンやっちゃったのかな。出るな、怖いな。